はい、どうもー、はい、どうもー、サバリモートです。お願いしま す, ね、毎日を頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、これ知ってる？これです。たまたまジョナサンみたいなところで置いたの。水を入れた容器に卵をそっと置く、うん、で、水を入れると48から72時間で卵から恐竜が顔を出します、うん、さらに72時間から96時間で恐竜が最大の大きさになります。おー、そんなかかる？どんだけ楽しませんだよ。あれです。でも多分入んないね。濡れない水やったらかえできるか、帰るかできるかってことね。恐竜水で帰るけど濡れない水で帰るか、どうなんだろうね。え、これ600円普通に安くない？安い。こちらですね。これ多分帰るとこからやるのって多分あんまないと思うんだよね。プールの管理人みたいな感じでやってもらって。あ、いけそうじゃない？あ、ちょうどいいぐらい。はい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 。浮いてね。浮いてる。ね。あ、こうやってな、沈むんだ。え？生きてる。ありえないこと起きてるね。ね、俺水使ってんの。やばくない？3日だったんだけど蒸発すると思ったらちゃんとしないね。うん、濡れない水やったんですよ。おいおいおい、え、頭？どこに向かって頭って言ったの？いや、ここ何を見せられてんのよ。おい、びしゃびしゃになってんじゃね。いや、なんねんだって。あ、そっか、濡れない目だな。中のやつがでかくなるのかを知りたいのよ。うん、うんうん、割りますわ、うん、手でガッてやりな。やばっ。こいつつけといたらどうなるのかって話ね。ほっとくか。いや、もう1週間ぐらい放置しましたね。そんぐらいだったっけ。で、濡れない水に今度卵を割った状態で入れて、はい、1週間放置した。じゃあもう恐竜を取り出して入れたと。うん、でかくなってるのかどうか。うん、濡れない水ってそういうことなの？濡れない…何なの濡れない水って。はっきりしてほしい。え、靴履いてない？靴履いてる。靴履いてる。何の靴なんだそれ。靴は履いてるの。濡れてないわ、やっぱ偉いことに。濡れてないんだぜ。濡れてないんだよ。なんで本当に濡れないっていう証明がこれされたね。でかくなんないあたりですごいですね。この辺にこうやってみたらいいですか。軽くちょっとやってみて。いくよ。うん、どう？触るよ。濡れてる。びしゃびしゃ。なん濡れ？びしゃびしゃ。いや濡れてるじゃん。どう考えても。しょんべん漏らしてるところ。なあ。完全にそうだ。でもそんな濡れた感はないんですよ。そう。冷たいだけ。マジ？めっちゃ冷たいじゃん。はい、微妙だから。え、その床は？床は濡れてるんじゃないですか。あれ濡れてんじゃないか。めちゃくちゃ。あ、ここめっちゃ濡れてるわ。いや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 。しっかり濡れるじゃないですか。しっかり濡れるじゃないですか。え、じゃあパンパンパンってやってみ。パンパンパンってやってみ。どうだな。浸透しました。気持ち悪い。地獄。地獄の坂。もう。やばいやばい。ぐるんになるんじゃない。ブリーン。いや、その体になっちゃったよ。だせ、なんかいろいろ闇鍋ってこういうことなんだ。いや、闇鍋に恐竜入れないだろ。はい、冷てなんで。いや、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 うん、
まあでもここまでやっぱそうなるんだっていう驚きは、ちゃんとやっぱ濡れない水は吸収されないから、はい、絶対その恐竜は育たない。恐竜もやっぱ濡れないって思ったってことだよね。え、水が周りにあるの？はい、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。